ルナチャンネル。皆さんどうもこんにちは。ドラゴンクエスト6やっていきます。島が手に入ったので、ちょっと移動して、多分これはまたいろんなところを見て回れということかな。ことかもしれないです。まずどこに行こうかな。北西にあるちょこんってなってる島行ってみる？邪魔だー！おめでとう！レベル21。おどき！ずらりー！プルプル。日本術師になった？いや、すげえ！いいよな、覚えた！ミネミタも！おい、水おい！やるね。見えてきた。これ、どの辺かな？あ、あったよ、見て。祠みたいなのがある。ここね。なんだろう。ね。こんなところにお客さんとは珍しいの。いいこと教えてやろう。世界中に散らばっている伝説の4つの部分を集めたものは、神の城に行ける？天空？天空シリーズ？南の海に浮かぶ島の階段を降りてみなされ、そうすれば道は開ける。南の海に浮かぶ階段。ありがとう。あ！ありがとう。もらっていくよ。南の海に浮かぶ階段。南の方に行こう。うわぁ、おうちも懐かしい。美味しそう。食べたことないけど、食べられるんだよね。あ、ここ抜け道じゃない？懐かしい。道が隠れてるところ。あ、ここ武道のとこやんね。ワニが顔半分だけ出してるみたいじゃない？こうやって見ると。かわいい。ワニみたい。ワニの顔みたい。この辺は？階段あるか、どっかに。お！ハマニャン。あ、あった！ここ、ここ。降りてみる？行ってみよう。あ？私でもここ行ったことあるよな。一回行ったな。あれ、でも、あー、関所に行けなかったんだっけ、確か。こっち関所があったよね、確か。で、通れないから、多分、まだ行けないなって思ったけど、行けるようになってたりするかな。行ってみようか。いやはや、どうやら私はずーっと眠ったままだったらしい。幸せの国があるという夢を見たまで覚えてるのだが、それから先は全く。ともかく旅の者たちには門を閉めたままで迷惑をかけてしまったな。
開けておいたから自由に通ってよいぞ。え？幸せの国にいた人？でも違うもんな。え、もしかして魂が戻ってきて、ハッサーみたいに、二人で一つみたいになったから目覚めたの？わあ、そういうことかもしれない。ここから先はホルステトックの国だが、そこの王子様がなんていうか、ま、行ってみればわかるよ。あ、いや、どうやろ。いや、いいです。ドラクエってさ、あ、やった。ドラクエに出てくる王子様って、なんか変な子多いよね。ダメなやつが多いイメージ。あ、でもヘンリーはいい子だったな。あれ？ここじゃないよね。ちっちゃい村？お。ホルコッタの村。村か。あ、話したいです。あと、いい子らと、そしてディズニーか。オラたちと一緒に畑じゃ耕して、この村で暮らさねえか、家。おらんだかんな。つまんな。馬いる、馬。じい様は、以前はお城で王子の世話係をしていたんじゃよ。体を壊してしまっての。満月さ。ホルストックの城を去ってからもうだいぶ時が経つ。ホルス王子はお元気じゃろうか。洗礼の儀式に旅立たれた後の噂を耳にしたんじゃが。ホルス王子か。かっこいいね。宿屋か。この国の王子様にはたまげたなぁ。噂を聞いてわざわざ見に来た甲斐がありました。イエーイ。メダルをどこにいるんだろう。この村はのどかでいいですな。世界が平和になったってことをしみじみと実感できますよ。どっこいしょと人が来たので、仕事でも始めますかな。うろつやか。あ、すごい。いろいろ売ってるんだ。おいらはよ、畑耕し13年と。ザックザック。風の噂では、レイドック城の王子が王の病気を治すため、桃の退治のために出たそうだな。その後のことは聞いていないが、なんと目覚ましく親思いの立派な王子だろうか。それに比べて我が国のホルス王子と来たら、あれじゃほんと？なんかな、単独でもないやつフラグ立ってんな。この国では王になる人は洗礼の儀式を受けなくてはならない。あのホルス王子にそんな袖が受けられるかみんな心配してる。ダメ、ダメ男クラブ。ホルス王子でもいいから遊びに来てくれないかな。あ、入れて。壺が見たい。よしよしよし。やったー。ちょっと待って、どっち調べた？よしよし。お、じいちゃん。あ、なんか、教会が穴の中にある。水に映った自分の顔を見るたびに思うんじゃん。わしも老けたのー。してない？
ここで採れた作物はほとんどがホルストックの城へ売られていくんだよ。城かい？この村から西に行ったところに。はーい、西か。鍛冶屋？わしはもともとホルストック城で働く兵士であったのだ。それなのにあの王子のせいで首に。いや、今さら何も言うまい。ここにいると心がうんとこ先夜中になっていく気がするだべよ。だが精霊の洞窟の奥はこんなもんじゃねえらしいな。ま、オラたち王族でもないものは入ることはできんけどよ。確かにここ上から光が差し込んだりしててすごく綺麗だ。じゃあ西に行こうかな。これか。あれ？入れる？お。すげえ歓迎されてる。おー、旅のものか。見ればなかなかの出前のようだ。どうだ？もし暇ならば、我が王と王子のために一つ働いてみないか？ま、詳しいことは直接王から聞くとよいだろう。王はこの上におわします。昼ご飯ならまだと申し上げているでしょう。あら、これは失礼。てっきりホルス様だと。お、やったね。わがまま王ゼフラグか？私兄ちゃん大好きだよ。一緒に遊んでくれるもの。子供っぽい子なのかな。頼むよ、眠らせてくれよ。毎晩王子のカード遊びに付き合わされてまともに眠ってないんだよ。書いとこうか。ホルストック。ホルストックだっけ？特上の牢屋、牢屋？おもつこ？ない？ないんかい。こっちは？ちょっとか。思うんだけど、普通の人間だったら魔物の住む洞窟なんて恐ろしくていけない。そうね、普通はね。なんだ？繋がってんのかな？なんだここ。後から行った方が良さそう。後で行くことになりそう。わかんないけどね。置いておこう。こっちはまだ行ってないよね。おい、繋がってんのか？じゃないか、多分、今んとこでしょ。粗相のないようにな。旅の者がこの城を訪れるとは珍しい。はい。心の優しい好みです。だから争い事を嫌っているのです。決して弱虫なんかではありませんのよ。この城のオホルテン。さて、我が城に何か用か？もし特に用がないというなら、我が願いを聞いてもらえるのか？はい。ごめん、なんかめっちゃ神々じゃない今日。まあ、いつもだけど。我が願いというのは他でもない息子のことなのだ。先日、我が息子ホルスがめでたく15歳となった。我が王家には15歳になると、城の南にある宣伝の洞窟に赴き、そこで宣伝を受けねばならぬというしきたりがあるのだ。実はすでに何度か洞窟に行かせたのだが、いずれも、友をさせた兵士たちの力が足りず失敗に終わっておる。
ここで厳しい旅の地を越えてきたスパートたちに頼みたい。精霊の洞窟に向かう我が息子ホルスのお供をしてもらいたいのだ。お供が強かったの意味ないんじゃないの？いいけど。いいよそれ。ホルスのためにならないんじゃないんですか？はい。自分探しとまだ残っている、自分探しで伝わるのかな？まだ残っている魔物どもの退治をしながら旅をしておるのか。それはなかなか関心なことだな。おう、またしてもホルス様が。まさかいないと申すか。はい、今城の者たちに探させておりますが。あやつのことだ。きっとこの城の中のどこかにいると思うのだが。あの地下のどこかな？はーい。ここへ連れてくるように。ホルス王子には手を焼かされます。中にはホルスのことを悪く言う者もいます。しかしホルスは私たちの息子、今はドアでいずれきっと立派な王になることでしょう。だといいね。じゃあここかい？めっちゃ魔物とか出てきそうやけど大丈夫な？迷路みたいでやだな。人の部屋に繋がってる。しかも開かないんじゃないのここ。遊んでもらおうって来たのに、ホルス王子どこ行ったのかな？僕ホルス王子とよくかくれんぼして遊ぶんだよ。僕がこの前樽の中に隠れてたらその手があったかってすごく感心してたよ。樽の中にいるんだ。なるほどな。その手があったかって。ちょっと刻み込まなくていいか。ここら辺にいるわけじゃないの。あ、あれよ、樽。こっくり、こっくり。あ、やった。まあいい？ちょっと荷物整理します。ここ2層だったけど違うのか。あ、なんてとこに繋がってんだ。あ、降りられないのね、ここ。でもさ、今樽の中に入ってるのかもしれないけど、なんでそんなとこにいるんだろう。誰かとかくれんぼしてんのか。それとも、王様が、なんだろう。めんどくさいこと嫌だからつって隠れてんのかな。あー、ここか、そっか。樽がいっぱい並んでたとこか？一回調べたけど、札が立ってないとお話が進まないとかだったのかな。あ、ジクショー、つい喋っちゃったよ。見つかっちゃったら仕方ない。先に親父のとこへ行ってるからな。本当は嫌だけど。なんで事情わかってんのこいつ。なんかでも、かっこよさそう。イヤリングついてなかった？イヤリングにマント。ふん。手間をかけさせてすまなかった。ホルスはずっと庭の花の手入れをしていたそうだ。ご苦労だったな、ホルス。さて。我が息子ホルスよ、そなたは王位を継ぐ者として宣伝の儀式に旅立たねばならぬ。その旅は辛いものとなるであろう。しかし案ずるな、この者たちがお前の旅の友にと願い出てくれた。さあ行くのだホルス、我が息子よ。お前なら必ずや、この試練を乗り越えてくれると父は信じておるぞ。はい、父上、行ってまいります。さあしっかりついてこいよ。ルナボーというのか。行くぞルナボー。
ってらっしゃいませ、王子。そうです、王子、万歳。ご気をつけて、王子。ルナボードのホルス様を頼みましたぞ。悪いな。ちょっと忘れ物をしちゃったんだ。ここで待っててくれよ。すぐ戻るからさ。絶対戻らん、こいつ。待て!どこに行く、今度は。バカタレ。また壺の中入る気か?ここか?あ、子供がいねえ。どこに隠れ、どっかに隠れたんやろ、また。ホルス。じいちゃんがいたとこかな?なになに?白川大事するんじゃん?おお、わかったわかった、こっちか。下のとこやろ。ダメよ。あ、いたいた。ああ、やだな。またあの薄暗い洞窟に行くのか。でも洗礼受けないと親父の後を継げないし。でも魔物に会うのも嫌だし。あ、また見つかったか。人を見つけるのが上手いやつだな、ルナボーは。わかったわかったよ。行くよ、行きますよ。行けばいいんでしょ、行けば。チェッ。あ、戦闘には参加しないのか。ついてこいよ、ちゃんと。で、南?南って言ったっけ?じゃあそこに行くのは次回かな。ご機嫌いかがですか?ふん、まあまあだ。では今回はここまでにします。次回、洗礼を受けに行きます。ではご視聴ありがとうございました。